ごきげんよう、狼です。学校の奈良不思議やっていきたいと思います。今日は絶好調第4回かな。で、今部屋を選ぶところだけど、ふと気づいたけど 1,2,3,4,5,6 奈良不思議っていうのに鍵が6個しかないっていうことに気づいた。ちょっとどうなるんだろう、気になる。はい、スタートします。赤い丸が行ったことあるところだから、理科室、保健室、トイレ。一番怖いのはきっとトイレだから、保健室も怖そうだな。理科室あたりから。どんな奈良不思議だろう。理科室にある奈良不思議は動く人体模型。でも人体模型って棚の中に入ってた気がするな。とにかく理科室を調べよう。なるほど。さて、じゃあ調べていこうかな。これだな、まず。人体模型が入っているけど、鍵がかけられて開かない。鍵を探せってことか。棚が設置されてる。鍵が。ああ、今はやるべきことをやろう。やるべきこと？まあ、鍵のヒントを探すってことかな。試験紙を手に入れた。何に使うんだろう。薬品につけたら色が変わりそうだ。へえ。鍵多すぎでしょこれ。はい、今はやるべきことやろう。鍵ね。他に怪しいところはないな。こっちか。じゃあ理科に関する本が並んでいる。手順通りの行うと、何これ。慎重に話さず、ない。ガラス瓶、フラスコ。間違えたら始めか。垂らして混ぜて、2滴垂らして回らせる。2回回すんだ。最後1回。1、2、1、2、2、1の順番で、ね。まあ、どっかに薬品があるんだ。あ、これじゃない？鍵がかけられてる。あー、これっぽいな。まずこれを取る。これだよね、ガラス棒ね、さっきの。で、はいはいはい。怪しいところは？理科の知識人。よくわかんないな。メールは？メッセージ。来てないな。ということは、机が設置されている。はい。3つのビーカーがある。赤い液体が注がれている。はあ。青い液体が注がれている。はい。緑の液体が注がれてる。まあ、そのまんまだね。とりあえず混ぜる。あー、多分1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5 1,2,3
っていうことはこれかな。これ多分液体の量でしょ。で、多い順から8だったから次5でしょ。ほら完璧だよ。はい、人体模型の鍵を手に入れた。で、早速鍵を開ける。今回意外とうまくいってる今のところ。鍵、はい、開けましょう。鍵を使用した。パーツがないところがある。あー確かに、なんかこの辺がないのかな。これが気になるな。でもまあいいや。そういえば先生がどこかにしまったって噂が。探してみよう。あ、パーツを探すんだ。心臓がないんだ。おお、びっくりする。これこれあからさまに怪しいよ。ほらこれだよ。シャーレ、あ、メッセージ来てた。理科室なの？パーツが足りない。探した方がいいと思う。ああ、探した方がいい。まあ、探そうとしてるよね、今ね。それだけ？それだけかよ。顕微鏡とかで使うよね、確かね。はいはい。使おう。何これ、微生物かな。丸ぼっこ四角、丸ぼっこ四角。何丸ぼっこ四角。あー多分これか。丸引く四角。だから暗算八。8?3?1?18?138?138 かな。で、これを多分この棚に入力する。138。おお、完璧。おお、はい、さっさと心臓入れますか。ちょっとごめんごめん、間違った間違った。今動かれても怖いよね。あ、これ戻さないとダメなのか。これをくるっと。違う違う違う。ん？これを、はい、これを押してこう。心臓を使用した。これでよし。あとは何か落ちてる。駒込ピペット。はい、行き過ぎた。こうだ。わあ、これガムテープ剥がれない。これ使おう。わあ、びっくり。目玉を手に入れた。父さん、勇気を感じます。これもう入れたら動くんだろうな。セット、目玉をはめた。これで動かないでほしいけど、動かないと進まない。あ、こっち、あ、あ、すごい。ふわっとした。
はい。次、保健室。保健室来てみてはいいけど、保健室の並びってよく分かってないんだよね。引きずり込まれるって聞いたから、とにかくもし現れたら見つからないように気をつけ。何が現れるの？人形を手に入れる。なんかメール来てない？リコとあれは来たけど、ミキからメール来てない。とりあえずいいや。まずはお決まりのアイテム探しかな。怪しいところ、はいはい、鍵ね。あ、お決まりのこと、鍵。なんかピンセットあるよ、これ。いいの？おー、なにこれ。保健室は静かに。おー、はいはいはい。あ、こっち行けるじゃない。手洗い場。人形の、特にない。わあ、やだな、このベッドの影とか。おお、びっくりする。あ、なんかある、なんかある。ちょっと間違った。あとは視力検査でもやる。左上下、なんか関係してんのかな、暗号に。はいはい、特にないな。あ、すごい嗅覚だ。物落ちてるって。保健室の鍵を手に入れた。あ、これでさっきの鍵使おうか。はい。わあ、怖っ。気持ち悪いよ、これ。こんなところに人形、すごく重たい。何でできてるんだろう。なんで、うわあ、かわいそうじゃない。全然見たくない顔。わあ、これ串、溶かしてあげる？はい。わあ。ああ、綺麗になった。うわあ、ドワッとする。これも、ほら、足も。私を身代わりにして？なんか喋った。え？身代わり？私の身代わりにしろってこと？あ、いい人形だった。いいことあるもんだな。でも、手と足がない。はい。探してみよう。あります、あります。うわ、怖い、怖い、怖い。引きずり込ま、ちょっとやばい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 。わあ、ちょっとやめ、やだ。え、隠れんの？え、ちょっと待って、どこに隠れんの？何それ、この展開。ちょっとどこ。見つかったし。あ、隠れた。うわ、怖っ。うわ、何これ。わあ、やばいよ、これ。助かったの、今。早く直そう。人形直そう。はい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 。はい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 。
日本人がどうにか手足を固定できないかな。開いた。怖すぎて息が詰まりそう。後ろ？うわこれダメだって。これうわなんかいるよ。何なのってレベルじゃないこれ。針を手に入れた。よしじゃあ人形に。はいはい、手足を縫い付けました。人形を使用した。隠れないと。今なら。たったった。おー。よかった。わあ、これ。怖いし、操作間違ったら死にそうでドキドキする。多分鳴らし木で何か鳴らす前で何か起こるんだよな。なんかそんな、確かに小さい時そんなことを聞いた記憶がある。2階トイレと7つ目やったら終わりかな。今日はじゃあ2話やったんでこの辺で終わりたいと思います。私の心臓も限界なんで。お疲れ様です。アディオスアミゴス。またね。